駅舎シリーズということですけども、ビンゴ八幡駅、今日こちらにお邪魔しようかなと思います。ちょっとなんかいろいろ見ていきましょう。この水は飲めませんと。手洗い場のねトイレですね。はい、で早速入っていきます。警備線でございます。川のね流れの音がしていいですね。昔ながらの感じでずっと残ってますね。1日3本と片側だけで。電話ボックスがね、非常用のあります。ビンゴ八幡、はい、やってきました。来ました。ウチナ、ウチナです。便所、トイレがあるということです。もう非常にね、建物もシンプルな便所。
うわすごもう昔のちょっとあれですけどもこういうもんだよというこういう感じの便所完全にあの垂れ流しスタイルなかなかないですよ、はい、すごいシンプルで、うんようこそ内田駅へやっぱりあの観光というかねそういうので待合所こんな感じですねあるところやっぱ神社が多いですね観音像とかね、はい、すっごい空気がね綺麗なんですよねめちゃめちゃ綺麗な空気はい内田駅やっぱねどこもね川のね流れる音がいいですね。駅舎ですね。フードセンターがねあるんですけども大宮さんテレホンカード JR 西日本乗車券販売所屋根から落ちてくる雪にご注意ください雷かと思ったけど雪ね 雪が結構豪雪地帯かな、まあ、冬になったらね結構なんか雪がすごいようです、ね、これ暖炉もね待合、まあ、係の人がっていうことなんですかねThank you.
国鉄旅行連絡所。鉄です。かなり昔ですよ。これ旅行会社の建物だったってことですよね。夜の駅ってのもなんかいいですよね。おっとっとっと、なんかありますね。はい、これがあの1月の様子なんですけど、もうすっごい建物があって、まあその観光スキー関係とか、あとかな、この駅舎、なるほどね。もう昔のね、看板とかをね、こうやって撮ってんですよね。あ、こっちか、逆か。慣れないですね。昔というか、結構ね、登山とかでね、訪れる人は多かったんでしょうね。スキー場とかあったりとか。これが雪の深さを測るやつですね。あ、でも寒いです。寒いですね、めちゃめちゃ。真ん中の駅舎でございます。中国地方で一番長いローカル線、芸備線。本当に結構ここ有名なんですね。ちょっと渡っていきます。
かすごいですね。やっぱ豪雪地帯なんで屋根とかねしっかりしてますね。というわけでね、この7時、20時12分かなぐらいに、まあ、12分ぐらいに出発するんですけど、これが最終列車です。この駅での最終列車ということです。で、今日はもうこんな感じで帰ろうかな、終わろうかな。おそらく最終列車過ぎてでからね、この駅も閉めるのかな思います。あまり迷惑かからないようにちょっと早めにね撤収しようかなと思います。いや、いいですね。なんか普通にこうやってね探索するのも楽しいですよ、本当に一個一個ね。いや、ありがとうございました本当に。まあいろんな駅があって、いろんなその駅の中に歴史があって、それぞれのスタイルがねあって、また来たいなと思うような駅でした。はい、昔は SL がね走ってたりとか、いいですね。今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。